Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ordered Online Lost Song. Wir machen jetzt weiter mit Strea, würde ich. Oder gehe ich in das Tor neu? Ich gehe, glaube ich, zuerst ins Tor neu. Ja, schon wieder Rain. Rain, ka? So, ich kann ja nicht mehr sagen, dass ich mich nicht mehr sagen kann. Ich kann ja nicht mehr sagen. キリト君にお願いしたいことがあるんだ。ん？なんだ？俺でよければ力になるぞ。クエストを一緒にやってほしいんだけど。なんだそんなことか。いいよ、一緒にやろう。いいの？もちろん大歓迎さ。珍しくレインから誘ってくれたんだし、断るはずないよ。ありがとう。それで、どんなクエストなんだ？それがね、人探しなんだ。人探し？あ、今つまんなそうって思ったでしょ。いや、そこまでは思ってないけど。てっきり手強いモンスターの討伐とかかなと思ってたからさ。でもね、このクエストただの人探しじゃないみたいなの。どういうことだ？こういう系統のクエストって普通そんなに難しくないでしょ。人探しとかお使い系は初心者用のクエストに割り当てられることが多いからな。そうだよね。でもこのクエストまだ誰もクリアしてないらしいんだ。へえ、そんなに隠れるのがうまいのか。レイン顔負けのハイドスキルでも使うのかな。NPC には負けてられませんよ。いやいや、そこで張り合っちゃダメだろ。しかし誰もクリアしてないクエストか、やりがいはありそうだな。興味持ってもらえたみたいでよかった。じゃあ早速案内するね。キリト君、ついてきて。まあ、わかった。クエスト開始地点はここら辺なんだけど。あそこに NPC がいるぞ。本当だ。話しかけてみよっか。何？いきなり泣き出しちゃったよ。のっけから面倒ごとの予感がするな。もしかして誰もクリアできないんじゃなくて、誰もプレイしたがらない内容のクエストなんじゃ。そんなことはないはず。とりあえず話だけでも聞いてみようよ。まあそうだな。私はアース神族の使者、君たちに頼みたいことがある。いきなりか。まあどうかセックを、老婆セックを探し出してはくれないだろうか。老婆セック、聞いたことがない名前だな。私も。北欧神話に登場する神様なのかな。バルドル様が生き返らなかったのは全てあの老婆が悪いのだ。どういうことだ。先日バルドル様が弟君ヘズ様の手にかかりお亡くなりになられたのだ。弟さんの手で？しかしバルドル様は崇高なお方。我々はかの方を生き返らせる術がないかと冥界の女神のもとを訪ねた。女神は一つの条件を出した。それは世界中の全てのものがバルドル様のために涙を流すこと。あの方は全ての神、いやこの世の万物に愛されている、いわば私たちの光。冥界の女神が出した条件はあまりにもたやすい。しかしバルドル様はよみがえらなかった。あの老婆が涙を流すのを拒否したせいで、私たちはその老婆を捕らえ正義の鉄槌を下さなければならないのだ。どうやらただの人探しというわけではなさそうだな。だね。迷子のおばあさんを探すのかと思ったけど、
犯人を捜索するみたいな感じだな。どうか我々に手を貸してくれないだろうか。わかった、俺たちが老婆セックを探そう。おお、ありがとう若者たちよ。とは言ってもさすがにノーヒントじゃ探せないよ。奴の逃げた場所ならおおよその見当はついている。砂漠地点に逃げ込んだという知らせがちょうど他の死者より届いたのだ。なるほど、砂漠のどこかにはいるんだな。わかった、探してみるよ。ああ頼んだぞ。私たちの方でも引き続きセックの捜索に当たる。神様たちから逃げるおばあさんか。どんな人なんだろうね。ただものではないのは確かだろうな。うん。どうした？うん、バルドルって神様が死んだのは弟に殺されたからって言って。ああ、そういえばそう言ってたな。なんで兄弟同士なのにそんなことしたのかなってちょっと引っかかってさ。まあとにかくまずはセック探しだね。砂漠地帯にいるって話だと。ああ、ich komme mal zum Spielen. Gibt's das auch noch? Okay, ich muss einfach tot suchen, ja? アース神族の使者、先ほどセックに返り討ちにされたのだ。これセックがやったのか。とんでもない老婆だな。やつはまだ遠くに行っていないはず。私のことはいいから先進んでくれ。はい、わかりました。神の復活を拒否した挙句、追っ手を返り討ちか。老婆とは言ってるが、一筋縄じゃいかない相手みたいだな。ちょっと怖いよね。まあ、実際に見てみないとわからないな。レイン、先を急ごう。わかった。Okay. Wohin bloß? Nein, 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 nein.Oh, lass mich einfach kämpfen. モンスターを召喚したか。やっぱりただものじゃなさそうだな。とにかく
Ja, ich krieg schon Angst, ein Golem. So, erstmal das und dann das. Und wow, er ist tot. Gott, wie viel Spielspaß ich hab. Schockiert mich. さすがにこれだけだったら、もっと前にクエストクリアされてるよね。あと一歩だったか。あなたは。確か、ここに来る途中に倒れてた。セックには逃げられてしまったようだな。すみません。しかし今しがたの戦い、見事であった。君たちであれば、いつか必ずやセックを捕まえてくれると確信した。どうか再び私たちに力を貸してくれないだろうか。はい、もちろんです。そうか、ありがとう。セックの行き先は我々アース親族が全力で調査する。新たな情報が入り次第君たちにも知らせを送ろう。わかりました。とりあえずはこれで一段落みたいだな。新しい情報が入るまで町に戻って準備をしておこう。Okay. Habe ich jetzt erstmal Ruhe von dieser Mission. Jetzt reden wir mit Strea. Strea. Hallo. Boobies. Wo ist das, Strea?ちょっと調子悪いかも。え？ストリアが風邪？まさかウイルスにかかったのか？そういうことじゃないと思うんだけど、なんか違和感があるというか。まあそのうち自動修復する。あ、でストリア、誰かが私の中に。何が起こってるんだ。ストリアのアバターがノイズがかかったように乱れている。どんどんノイズがひどく。くそ、どうすりゃいいんだ。ストリア、いや違う、ストリアじゃない。キャラ名も変わっている。ブラックロータス。一体どうなってるんだ。あの君は、うん、いきなり攻撃してきた。おい、急になんだよ。俺は君と戦う気はな。Okay. Das ist einfach mal Level 1000. Alter! Ich muss die unbedingt schwächer machen. Wah, wah.
Okay, testen wir mal, wie viel wir abziehen. Gar nicht so schlecht. Ah, die hat mich erwischt. まさかここまで苦戦するとは思わなかったよ。今回は私の勝ちだが、次はどうかわからないな。これでとどめだ。なんだ、またノイズが。そろそろ時間のようだ。時間？ログアウトするのか。それだったらここでしない方がいいぞ。しばらく空っぽのアバターだけ残って敵に攻撃されかねないからな。言っていることがよくわからないんだが。どういうことだ。君は ALO のプレイヤーじゃないのか。アミスフィアでログインしたんじゃないのか。アミスフィア、その名前どこかで。さらにノイズがひどくなっている。時間切れか。キリト君、いつか再び会える日が来たら、その時はまた戦おう。ストレア。あ、キリト。大丈夫か。うん、平気だよ。私のアバターがいきなり誰かにハッキングされたみたい。そんなことが可能なのか。普通の人には無理だと思う。カーディナルシステムのセキュリティをかいくぐるなんて。そうか。でもなんでストレアのアバターに違うプレイヤーが入ったんだろうな。わかんない。何が目的だったんだろう。それとも偶然。まあ何にせよストレアが無事でよかったよ。心配かけてごめんね。いや、ひとまずゆっくり休むんだ。うん。ブラックロータス、 ALO のプレイヤーとは明らかに雰囲気が違ったな。一体何者なんだ。War schon ganz schön seltsam gerade. Okay, und jetzt? Dies Level 1000 einfach mal hardcore gewesen, will ich mal erwähnen. Ah, schwarzer Lotus. So wie ich das sehe, kann ich sowieso gerade nicht weitermachen, kann das sein?Mir fehlt ja noch Rain und Strea. Ach ne, ah, hier ist Rain. Ah, okay. Hab mich schon gewundert. Zu viel Gelaber, Leute. Ich mach jetzt erstmal das. Ja, es ist nur Gelaber. Passt. Egil no Mise. Sukkari minna no tamariba ni natteru na.エギルさんのお店って居心地いいからつい長居しちゃうんですよね。私はマスターのミルクティー目当てで通っちゃう。私もこうりもいいけど、ここでみんなで話しているのも結構楽しいよね。そうね、ここに来ると誰かしら知ってる人がいるからつい話し込んじゃうわ。キリト。ストレア、ずいぶん大荷物だな。それって全部洋服ですか。しかも全部学校の制服ね。どっ
ストレアが？現実世界の情報をいろいろ調べてたら制服っていうのがあるのを発見したの。すごく可愛いなって思ったから再現してみたんだ。すごい、作りもしっかりしてるし刺繍も細かいところまで丁寧だね。ありがとう。この制服全部ストリアさんが着るんですか？ううん、違うよこれ。え、私たちの？そうだよ、この制服をみんなに着てほしいの。みんなが喜んでくれるといいなって思いながら作ったんだよ。だからお願い。わかったわ、せっかくストレアさんが心を込めて作ってくれたんだもの。私も着てみたいな。すごく可愛いですしね。それにリアルの学校とは違う制服も着てみたかったんです。まあみんながそう言うなら私も付き合うわ。そうだね、どんな制服が着られるのかちょっと楽しみだな。私もいいかな。もちろん、メイン用の制服も作ったから着てみて、きっと似合うと思うよ。ありがとう。そうそう、ちゃんとユイの分もある。本当ですか？ありがとうございます。制服という衣服の存在は以前から知っていましたが、着るのは初めてです。じゃあ早速着替えてもらおうかな。え、ここで？ん？ダメなの？それはちょっと、キリトさんもいますし。そうだな。じゃあ店の奥を。それでいいんじゃない？わざわざ宿に戻るのも面倒だしね。うん、じゃあ行こう。待っててね、キリト君。私の華麗な着こなしをキリト君に見せてあげるから。待ちきれなくて覗いたらダメだからね。ああ。絶対ダメだからね。わかってるって。それじゃあ一人ずつ出てきてもらうね。トップバッターはアスナ。どうかな。うわー、私の見立て通りアスナは正統派のセーラー服がすごくよく似合うね。ああ、現実の学校ではブレザーだからなんだか新鮮でいいな。いつもはブレザーなんだ。そっちもすごく似合いそうだね。ストレアは見たことないんだよな。じゃあ今度写真データを見せるよ。本当？やったー。え、いつの間に写真撮ったの？私知らないんだけど。もしかして隠し撮り？違うよ、リズからデータをもらったんだ。そうなの？もうリズったら。じゃあ次はそのリズに登場してもらおっか。リズ、どう？リズにはセーラー服にロングスカートを合わせてみたんだ。何十年も前に流行った制服で、こういうのを着る女の子をスケバンって言うんだって。へえ、意外と似合うじゃないか。そうで、これは喜んでいいのかしら。ああ、すごくかっこいいぞ。かっこいい？なんだかよくわからないけど、似合ってるならいいか。じゃあ次はシリカ。シリカはワンピース型の制服だよ。へえ、こういうタイプの制服もあるんだな。キリトさん、あの、似合いますか？ああ、いつもの可愛い服もシリカらしくていいと思うけど、こっちも清楚な感じで好きだな。ありがとうございます。なるほど、じゃあ今後は清楚路線で行こうかな。おーい、心の声が表に出てるわよ。さーて、お次はリーファね。うん。
なんかこれちょっときついんだけど大丈夫かな。リーファはスタイルがいいからセクシーな耳丈の制服にしてみたんだ。なるほど。通常ストレージに入れてから装備すればプレイヤーの体に合ったサイズになるもんだが、プレイヤーメイドだとこういうサイズ指定も可能になるの。ちょっとお兄ちゃん、そんなまじまじと見ないでよ。あ、ごめん。制服がはち切れんばかりのこのフィット感、シリカには着こなせないわね。リズさんひどいです。次はシノンだよ。シノン、なーに隠れてんのよ。ほら出てきなさい。あ、ちょっと。シノンには大きめのニットカーディガンとミニスカートを合わせてみたの。このスカート短すぎない？大丈夫、下着は見えてないよね、キリト。え、ああ、太ももしか見えてないぞ。あんたどこ見てるのよ。ちょっと待ってなさい、今弓を装備するから。シノン落ち着け。ストレア、さっさと次に行こう。わかった、次はフィリアね。こんな制服初めて着たよ。似合ってるのかな。バッチリ似合ってますよ。上品な感じで。ああ、そうだな。本当？フィリアは真っ白な制服にしてみたよ。普段とは印象が変わって女の子っぽくていいな。ちょっと、普段は女の子っぽくないってこと？いや、そうじゃなくて、いつもは活発な感じに見えるけど今はおしとやかだなと。結局どっちのがいいのかな。やっぱり女の子っぽい方が。それじゃあ次はユイね。はい、どうですか。ユイはお嬢様学校っぽいふんわりスカートにしてみたんだ。ユイちゃん、かわいい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 わ。アスナさん。アスナが壊れたわ。上品なスカートがユイちゃんの可愛らしさを引き立てて本当に似合うよ。ママありがとうございます。きっとユイが小学校に通ってたらこんな感じなんだろうな。でも心配だよ、通学路をユイ一人で歩かせるなんて。そうね、毎日送り迎えしないと。親バカ、いえバカ親がいるわ。次はユキ。どうかな。へー、大正時代風か。いいね、ロマンを感じるいでたちでとても可愛いよ。褒めてくれてありがとう。さーて次はレインだよ。これってなんかね、情報を検索してて偶然出てきた画像を参考に作ってみたんだ。多分それ学生じゃなくてアイドルとかメイドとかの画像じゃないか。ああ、秋葉原でこういう服を着た女の子がチラシを配ってるのを見たことがあるわ。これじゃあ制服のコスプレだよ。でもすごく似合ってるぞ、なんだかしっくりくるよな。そうね、レインちゃんにぴったりの制服だと。やっぱり私もそう思ったんだ。あははありがとう。最後はセブンだよ。ちょっと何なのよこれは。幼稚園の子供が着る制服なんだって。想像通りセブンにぴったりだよ。想像通りって私は12歳なんだけど。その年でこの制服を着こなせるのはセブンしかいないだろうな。まあね、セブンちゃんにかかればどうってことないわよ。気に入ってくれたみたいでよかった。ライブでも来てくれると嬉しいな。マジで？確かにそうね、コアな客層に受けそうだわ。意外と本人も乗り気。アイドルも大変なんですね。さーて、全員で揃ったわけだけど、ストレアは制服に着替えないの？あ、忘れてた。ちょっと待ってね、今装備するから。まずは装備解除っと。ここで解除しちゃダメです。みんなストレアを取り囲んで。はい。キリト君見たでしょ。
何のことだろう。もう、しらばっくれたって無駄だからね。今のは不可抗力だろ。お待たせ。見て見て、私は女教師だよ。白いブラウスにタイトスカート、赤メガネが定番なんだってね。ものすごく似合うね。でもそれは制服なのかしら。細かいことは気にしない。だってこれが私に一番合ってると。どうキリト、完璧に着こなしてるな。違和感がなさすぎて逆に困る。逆に困る？もうキリト君、目が泳いでるよ。え、いや、どこを見ても完璧だなと思って。ありがとうキリト。みんなの制服見られて楽しかった。今度はキリトの分も作ってあげるね。楽しみにしてるよ。どんな制服を作ってくるのか不安だけど、でもまあ、みんなの制服姿を見られたし、ストレアには感謝かな。Ja, Leute, das war's für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo ich die Rain-Story weitermache. Ja, ciao, Leute.